バルグドとは、現在のロシア連邦ブリヤート共和国一帯に居住していたモンゴル系民族。モンゴル騎士での漢字表記は、ともえコツ。修士におけるペルシア語表記は、バルグン部とその他の諸部族からなる部族連合であったとみられ、バルグド諸部が住まう一帯は、バルグ人特務と呼称されていた。また、バルグドは、東大における三賛クリカンの後ろ身であり、 後のブリアート部はバルグド部の末裔であると考えられている。7世紀頃、東王朝はバイカル湖畔に住まう部族のことをコツリンと記録していた。このコツリ星はキュルテギン飛ぶにおいて宇宙クリカンとも呼称されており、バイカル湖周辺に居住することで知られていた。居住地域の一致やブリアート部の子想伝承において、 ブリアート部は古くは三つの部族に分かれていたとされることなどから、この三世クリカンがバルグド部の前身であると考えられている。チンギスカンがモンゴル高原の諸部族を統一し、1206年にモンゴル帝国を建国した頃、バイカル湖周辺にはバルグドと呼称される諸部族が居住していた。モンゴルによると、チンギスカンはウサギの年に長男ジュチを派遣し、 未だ、モンゴル帝国に基準していない北方の諸部族、オイラト、ブリヤート、バルグン、ウルスト、カブカナス、カンガス、トバスなどを征服させたという。1388年、アリクブ家の末裔、イエスデルが、ウスハルハーンを殺害するという事件が起こった。この時、アリクブ家家を報じて、モンゴル高原製法の諸部族が結集して、形成されたのが、ドルベン・オイラトで、 バルグトブはその一角を担った。ガワンシャラ部長、ヨン・オイラト氏は、オイラト部族連合に属する、バルグ、ブリアートを同じグループに分類しているが、これらの部族は13世紀のバルグトブの末裔であると考えられている。バルグ人側の流れ込むバイカルコ、モンゴル氏での漢字表記は、トモエジコツシン・ヌゲイワヤギ、州氏でのペルシア語表記は、また、原始では、トモエジコツ、 新駅とも表記されている。バルグ人特務について、修士、バルグド処分氏は以下のように述べている。彼らをバルグドと称する由来は、彼らの住地がセレンゲ方面に渡っており、これはモンゴル人が住んでいた極限の地であり、そこがバルグ人特務と呼ばれているからである。ラシードッティーン、修士、バルグド処分氏 バルグ人特務の指す範囲については、研究者の中でも小説ある。一つには、現代においてもブリアート共和国を流れ、東からバイカル湖に流れ込むバルグ人川という河川が存在し、バルグ人特務とはこのバルグ人川流域一帯を指す、という説がある。一方、バルグ人特務がバルグ人川流域一帯のみならず、広くバイカル湖周辺地域を指す故障である、 という説もある。終始、トゥマトブ属詞に、トゥマトブが、キルギス部、バルグトブとそれぞれ隣接していると記されていること、キルギス部の居住地は、イエニセ川上流一帯であることを踏まえると、バルグ人特務の領域は、バルグ人川流域一帯のみならず、バイカル湖周辺一帯と考えるのが、合理的であるためである。また、マルコポーロの東方見分録にも、 バルグ人特務に関する記述が存在する。上記した歴代カーンの埋葬地たるアルタイ山及びカラコロンを立って北方に旅を続けるとバルグ平原という土地を通過する。この平原は約40日行程の延長をもって広がっている。住民はメクリットと呼ばれる狩猟生活の野人である。この辺りには鹿が多く生息し嘘のように聞こえるかもしれないが、 土人は本当に、これを基調に使用している。この平原は、北辺で太陽に接し内部に故障が多い関係から、鳥類も豊富で、土人はこれを常色の一部に当てている。土人はカーンに隷属し、その風俗、習慣は、タタール人と、ほとんど変わらない。マルコ・ポーロ、東方見聞録ここで言う、バルグ平原こそが、バルグ人特務に相当するものと考えられている。また、 漢文資料に記録される、八里、ハイダチも、バルグ人特務の意訳であると見られている。なお、修士では、バルグ人特務という地名から、バルグドという部族名が起こったかのように記しているが、実際には、バー、ガンマ UD に、女性形容詞ンが付され、バーガンマウジンからバーガンマジンへと転化したと、考えられている。バルグドの単数形であり、このバルグン部こそが、 バルグド諸部の中核集団であったと考えられている。モンゴル騎士での漢字表記は、ともえじこん。モンゴル騎士での漢字表記は、ひざと、修シ,シでのペルシア語表記は、資料上では主に、トゥマトと、並列で現れるため、近しい存在であったと見られる。コリの語源について、ペリオは、クリカンの語尾カーンが脱落したものと見るが、この説に対する異論もある。 モンゴル詩での漢字表記は脱学列をもえ、終士でのペルシア語表記は、ペリオは特決詩文に記される t、リットル S あるいはトールズの末裔であると論じているが、ハンジュリンはこれらはトリースあるいは tls と読むべきであって、むしろトリシツと結びつけるべきであると指摘している。モンゴル詩にはふさときバとして登場するが、なぜか終士などの資料にはこの部族名が見られない。 そこで、同村らは、終始にブルーバーガンマエイティと見える、部族名がブリアートに相当するのではないかと指摘している。17世紀以降に、オイラート部族連合の一角として勢力を拡大し、バルグト諸部の墓地は、ブリアート部の居住地として知られるようになった。現代においてもロシア連邦の下で、ブリアート共和国を形成している。モンゴル騎士での漢字表記は、ハゲウマ。 修氏でのペルシア語表記は、修氏ではバルグド諸部と別に部族詞が編纂されているが、資料上では主にコりと並列で現れるため、近しい存在であったと見られる。修氏、バルグド諸部族詞にも、トゥマト部族も彼らから分岐したとの記述がある。後のトゥメトブと関係があるとする説もあるが、両者の関係を示す資料が存在しないため、確証はない。特決文字による表記。 右から読む。村上1976、94ページ。村上1976、88ページ。岡田2010、373から378ページ下。下2013、764ページより、引用あたご1970、156ページより、引用村上1976、93から94ページ下。下2013。 764ページ、ありがとうございます。